Cool. So、today はい。今日は木録のところを読んでいきます。もしもくしろの15から16を読みます。はい。木、えー、録の15から16を日本語で読んでいきます。 また私は天にもう一つの大きな驚くべき印を見た7人の見つかりが最後の7つの災害を携えていたここに神の憤りは極まるのである私は火が混じったガラスの海のようなものを見た獣とその像とその名を示す数字に打ち,かか打ち勝った人々が神の盾事を盾に手にしてガラスの海のほとりに立っていた 彼らは神の,神のしもべ、モーセの歌と小羊の歌を歌った。主よ、全能者なる神よ、あなたの御業は偉大で驚く,もの驚くべきものです。諸国の民の王よ、あなたの道は正しく真実です。主よ、あなたを恐れず、皆をあぐめない者がいるでしょうか。あなただけが聖なる方です。すべての国々の民は来て、 あなたの身前にひれ伏します。あなたの正しい裁きが明らかにされたからですその後私は見た天にある証の幕屋である神殿が開かれたそして7人の見つかいが7つの災害を携えて神殿から出てきた彼らは清く光り輝く雨布を着て胸には金の帯を締めていたまた4つの生き物が1つが7人の 御使いたちに7つの金の鉢を渡したがそれにはいよいよ限りなく生きておられる神の憤りが満ちていた神殿は神の栄光とその道から道からから立ち上る煙に満たされ7人の御使いたちの7つの災害が終わるまでは誰もその神殿に入ることができなかった、はい、16章また私は大きな声で神殿から出て 7人の見使いに行って7つの鉢から神の憤りを地に注げというのを聞いた第一の見使いが出ていき鉢の中身を地に注いだすると獣の刻印を受けている者たちと獣の像を拝む者たちにひどい悪性の腫れ物が出てきた第2の見使いが鉢の中身を海に注いだすると海は死者の血のようになった 海の中にいる生き物は皆死んだ。第三の見使いが鉢の中身を川と水の源に注いだ。するとそれらは血になった。また私は水を司る見使いがこういうのを聞いた。今おられ昔おられた聖なる方あなたは正しい方です。このような裁きを行われたからです。彼らは生徒たちや預言者たちの血を流していましたが あなたは彼らに血を飲ませられました。彼らにはそれがふさわしいからです。また私は祭壇がこういうのを聞いた。しかり、主よ、全のなる神よ、あなたの裁きは真実で正しい裁きです。第四の見使いが蜂の中身を太陽に注いだ。すると太陽は人々を火で焼くことを許された。 こうして人々は激しい炎熱で焼かれこれらの災害を支配する権威を持つ神の皆を冒涜した彼らが悔い改めて神に栄光を期することはなかった第五の御使いが蜂の中身を獣の座に注いだすると獣の王国は闇に覆われ人々は苦しみのあまり舌を噛んだそしてその苦しみは 腫れ物のゆえに天の神を冒涜し自分の行いを悔い改めようとしなかった第六の見使いが蜂の中身を大河ーフテラスに添いだするとその水は枯れてしまい火の昇る方から来る王たちの道を備えることになったまた私は竜の口と獣の口 また、偽予言者の口からカエルのような三つの汚れた霊が出てくるのを見た。これらは印を行う悪霊どもの霊であり、全世界の王たちのところに出ていく。全能者なる神の大いなる日の戦いに添えて、彼らは招集するためである。見よ、私たちは盗人のように来る。裸で歩き回って、恥ずかしい姿を人々に見られることとならないように。 目を覚まして衣を着ているものは幸いである。こうして汚れた霊どもはヘブル語でハルマゲドンと呼ばれる場所に王たちを集めた。第七の見つかいが蜂の中身を空中に注いだ。すると大きな声が神殿の中からにから出てきてことは成就したと言った。そして稲妻がひらめき雷鳴が轟き大きな地震が起こった。 これは人間たちが人間が地上に現れて以来いまだかつてなかったほどの大きな強い地震であったあの大きな都は三つの部分に裂かれ諸国の民の町々は倒れ倒れた神は大バビロンを忘れずご自分の激しい憤りの武道酒の盃を与えられた島はすべて逃げ去り山々は見えなくなったまた一タラントほどの大きな氷河 天から人々,へ人々の上に降ったこの氷の災害のために人々はこの神を冒涜したその災害が非常に激しかったからであるマヤちゃん長い,長い聖書、歌手ありがとうございました。 じゃあメッセージにに入る前に一言お祈りししていきましょう神様あなたたのの御、えー、御言言葉葉にに感謝します it is, it is powerful, 本当にあなたの御言葉が力強い。こと感謝します そしてあなたが人々を通して、えー、あなたの言葉を語り私たちの人生のうちにも、えー、そのことが、えー、本当に生かされます。This is not just good advice.This is not just clever words.This is your wisdom and your, your power speaking into, into our life. 人間の知恵ではなく、神から来る知恵が、その力が私たちの人生に本当に生かされるのです。それは真実であって、また本当につかみど,どころがないようなものですけれども、er, でも、聖霊の力によって私たちの心が変わられることを祈ります。 Help me and このメッセージを通して、また通訳書を通して、あなたの御言葉が語られますように。またあなたが私たちと共にいてくださることを感謝します。いでねヨハネの目標シリーズというのを今、みんなで読んできてます。 このヨハネの黙示録っていうのはすごく教会のクリスチャンたちが迫害の中にいた時に書かれたものだということを覚えてください how,、uh, s <S そしてこれまで読んできたもう、えー、とこの前の週、前の週と、えー、これまでの,、えー、この今日読,む読んだとこの前の章は獣っていうのが あの生徒たちをはあの攻撃してきたというのを読んできたんですね。And で、このクラブに出てくるダイ,、えー、ダイアグラムを持って、ヨハネの目視力がどんな感じなのかというのをこ <That 's S 1>、えー、れまで学んできました。So, uh, Revelation is a strange book、はい。目視力って本当に、ね、難しい不思議な本なんです。Um, 何かね、こう真っ直ぐのラインで分かりやすく直線的な話ではないんですね。何かね、こう真っ直ぐのラインで分かりやすく直線的な話ではないんですね。んかストーリー、物語を語るっていうよりかは意味を伝えるために、目標の,の中で時をこうジャンプしたり飛んだりするんです。えっと。 反復、ちょっっととと前にあったここがが再現されるそんなことが出てきますハンプクチョトマニアタコトガサイゲンサイドソナコトガディティキマス。

話を読み進めるごとにどん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 内容がちょっとあの高まってどん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 盛り上がってきます、so はい、そして7つの封印ということで、えーえー、章あ6章を読みました eleven.、Uh, はい十一、えー、章では7つのトランペットを読みました7つの8というのが今回出てくるものです 章のの節にに、えー、ヨハネははこう言っっててます声によって神様の怒りは成就した私がニュースを見るときに本当に怒りを覚えることて多いです。 多くの人たちがどのような状況下で生きているかってことを知って思うんです。And the, and the 多くの人がもことてつもなを知ってい苦しみを他の人によって与えられているのかを知、so like, っていうのかを知って,、ま、ことにているのかているのかを知ってすいるのをっているのっているのをていのかをってのっているのかているのかっているのっているのかをいるのをいいをののの 殺人者だったりも戦争犯罪者って人たちが世の中にはいっぱいいます彼らの人生っていうのは自分以外の他の人に対しても苦しみを与えることばっかりが続くんですけど彼ら自体はその裁きを受けてません。 多くの力を持っている政治的なリーダーたちは自分たちがやりた,やりたいことはたくさんやっててでもなぜか彼らは差別を全然受けないんです others,、えー。もっと政治的な話じゃなくても多くの人たちが人々に悪いことをしたりいじめをしたりそういったことをしています。私たちの中で正義ってどこにあるんでしょうか So, from, from the UK. 私、イギリス出身なんですけども。イギリス国内だと、たくさんあの昔のいた王様だったり女王様だったり、そういったものの銅像っていうのがよくあるんですね。You know, we, we, we them. ねもちろん、あのそのことを見てあの、まあ、たたえて大事に扱うんですけども。でも、イギリス国内で、

もちろんね、そこに挙げた国だけじゃなくても、いろんな国がイギリスにはいろいろ苦しめられました。でも、多くの人が苦しめられた中、彼らに対して正義はいつやってくるんでしょうかもしかしたら皆さんの中でも、他の人に苦しめられて傷つけられた、そんな体験をされた方いるかもしれません。 人によっては信仰を持っているから迫害を受けて苦しめられてまたいじめにあったり b u l l at work or school 仕事の中でまた職場また学校において違う扱い悪い扱いを受けたりしたことないでしょうか treated badly because of your gender or your race 信仰じゃなくても自分たちの人種また性別によって 人とは違う扱いを受けたことないでしょうか or or もしかすると、えー、皆さんの方が、えー、そういったことをしてしまうようないじめ,らいじめっ子の側についたこともあるかもしれません。You know, えー、そういった本当こういう世界に生きてて、自分はよくもうこの世に希望はないなっていうところに、えー、心が向かってしまいます。No、世の中見てて、希望っていうか。 もう正義がががなないいかからら裁きこれが世の中なんだっって思っちゃいます見てて何も変わらないからじゃあもうどうしたらいいのみたいなそんなふうに思います。時にはもう自分でも正義をこの与えるんだって思うこともあります。自分が 悪い人に対して呪いをもう神様、この人に呪いを与えてくださいみたいな思うこともあります。<laughs> ね、聖書的なことなので、一応四、紙幣140を読むと、ね、そういうこと書いてあるんです。Fire, ねえっと、燃える炭火火がが彼彼ららのの上にににに降りりかかりますように彼らが火の中に深い淵に落とされ 立ち上がれないようにしてくださいと書いてあります。Like、ね、もちろん、そう思うことを皆さんに、あの推薦、推奨しているわけではないんですけど。<laughs> でもね、本当に自分の心に正直になった時、そう思うことないでしょうか。ね、もう世の中に生きてて、本当にイライラして、ムカつくことないでしょうか。 生きててなぜか、正義がやってこない、なんでこんな人生なんだって思うことないでしょうか。多くの人がお互いに傷つけ合っているんですけど、なかなかその状況が変わりません。そう、so はい、この時期に書いて、私たちは、この時期録の時も 人々は多くの迫害,迫害の中にいたんです。ね、もう本当にただただ苦しいだけ,だけじゃなく本当にひどい状況でした。もう、えー、日々生きている中で何度も何度も信仰を諦めようとさせる力が働くんです。社会において本当にもう異端のもう全く

いたか confisc ation, confisc ation as、well、as あと、また信仰を持ってるから自分の家が差し押さえられたり、または迫害、そして本当にあのひどい扱いを受けてきたんです。Like、え皆さん、そのような人々だってちょっと考えてみたらどうでしょうか本当に希望がなくて。 ね、先に進めないようなふうに思うんじゃないでしょうか。どうでしょうか、皆さんの中には武器を持ってじゃあ反撃して立ち向かおうって思う人もいるかもしれません。皆さんだったらどう立ち向かうでしょうか。Mm hmm. はい、ここで、ヨハネがそのような人たちに対して何を言っているかというと、平安、そして安らぎを与えようとしているんです。 神様がそのの時教会でで何起こったというのを神様視点で見せてくれます。そして、先にはなるんですけど、正義が来る日というのは必ず来るということが書いています。 十六章の六節に彼ら生徒たちや預言者たちの血を流しましたがあなたは彼らに血を飲ませられました彼らはそれがふさわしいからですと書いてます。So、today なんで今日はその神の怒りが、えー、そして正義が表される話を読みます。<Is everybody> okay? <laughs> はい皆さんいいですかねそんな話です今日は。<Heavy message. S 1> はいちょっと重たいですけど。All right so let's l はい、なので今日読んだ箇所をもう一回見てみましょう。So、15章の2節なんですけども私は火が混じったガラスの海のようなものを見た。 々 so, this sea of glass is the、uh, throne room of God. And what we see is God's people have already been martyred, and they were no longer suffering but standing before God worshipping.

ここで歌っているいろんな、ね、あの歌が出てくるんですけどそれは、えー、神が、えー、その時、奴隷にされて苦しんでいた、民を助けた時に、そういった時に歌ってた歌です。 3節4節こう書いてます。主は全能者なる神よあなたの見業は偉大で驚くべきものです。諸,諸国の民の王よあなたの道は正しく真実です。主はあなたを恐れず皆を崇めない者がいるでしょうか。あなただけが聖なる方です。すべての国,国々の民は来てあなたの見舞いにひれ伏します。あなたのた正しい裁きが。 明らかにされたからですこの歌を通してわかるのは神の裁きそして正しさが表されるということです当時旧約聖書ではイスラエルの民がエジプトによって圧政を受けて苦しんでい,たいましたけれどもそこで正義が なのでここで何がわかるかっていうと神様っていうのは最終的に正しくないものを正しくされるということです。神様の裁きっていうのは最終的にはこの世の全てのものが 神を崇めるるようにそうにそ差し向けるものなんです evil,、like、最終的に私たちがこの,あの,この世の人が見るあのそのイメージっていうのは神の、えー、本当に光り輝く火に当てられて、えー、賛美される素晴らしいそういう絵なんですね。 すべての人が神様の、えー、聖なる、えー、美しさというのを見る日なんです。また、初代教会の迫害というのはひどいものだったとさっき話しました。その時、死なれた方によっ,とっても神様の裁きによって平安が与えられるんです。And we see the plans for そしてこの聖書箇所を 読んでわかるのはこの聖句っていうのは後に成就されるんですそれはこの世界中の人々がまた神の元に集められるということによってなんです There <is> hope. 皆さん希望があります私たちがこうなるべきだって思っていることが最終的には達成されるという希望です神はこの世の中で

In the end, it part of その希望っていうのは、えー、この世の終わりに新しい天と地というものが与えられてそこでなすべきことがなされるということです、はい。これはまた私たちの救い、そして栄華というもの、神の栄光に捨られた存在になるということも含まれます。 So then we see in verse 5 that uh, there's a cycle of seven punishments. 7 bowls of God's wrath being poured out onto the world. And in verse 8 smoke comes out from the temple so much that nobody could enter. はい、発せつを見ると立ち上る煙で満たされたって書いてありますレレ、はい。これは誰も立ち入ることができないんですけど、煙っていうのは神の聖なる神っていうのを表すものです。Cloud, uh, 旧約聖書を読むと神のその聖なるえっと清さっていうのはその煙で誰も立ち入れないようなことで表現されるんです。この煙の強さは神の清す。 そしてこののの立ち上るその煙のその濃さっていうのはどれだだけ神が聖なる方とというこここを表すことですで、so uh, uh, そしてこれまで何週間にわたってこれらのサバキっていうのはエジプトにあってファラオに与えられたサバキと同じ。どあの 似通っているまたあのそのことの鏡のように映し出すものだって聞いてきました。The p l a g u e from the Exodus narrative story.、えっと、そのエクソダスの質エジプト記のに出てきた話の、えー、鏡のようになっています。そして、想、え、像、ー、の働きが、えー、創世記に出てきますけど、その反対のようなことまたあのが出てきます。When the bowls are poured out, John notes in verses 9 and 11 how Repent, God. そしてそのまま読んでいくと、えー、神には、えー、悔い改たないで、神から離れる人というのも出てきます。So is is like、ここで何がわかるというと、神様は最後の時まで私たちに救いの手は差し伸べています。 神は、えー、私たちに悔い改めををすするることができる機会チャンスをままだだ与えててくださっ神様は最後の最後の時までも誰,誰もが神のもとに立ち帰れるようにそういった機会を与えてくれるんです。 そして神の裁きって何かっていうと実はこの世にある偶像に対する裁きなんですね。偶像って何でしょうか偶像っていうのは私たちの心をとと捉えて掴んでしまうそんなようなものです。えー <laughs> ああの。神様って何してるかっていうと私たちの心がその偶像によってこう。 目が見えない状態にされるんですけどもそういった目の覆いを取り去るようにそういったものを掃除している,掃除しているそんなような状態ですそしてそのようなことを通して目が見えた状態で神様に立ち返ることができるようにというふうにしているんですなんで神の怒りっていうのは来るんですけどもそれは悔い改ためのチャンスがなくなることではないんです

ねえー、本当にひどい状態で負けるんですねっていうのも7つの裁きが7つの鉢が、えー、こう降り注げられるからです。雷が、えー、この地において鳴り響いて本当にこの地を全部打ち砕いてしまいます。そして17節に、えー、天の国から天の、えー、空中から声がしてこう言います。ことは 成就した、成し遂げたと。神の怒りは正しく注げられて、ことは成し遂げられたんです、成就したんです。皆さん、これを聞いてどう思うでしょうか神の怒りっていうのを聞いて、これは正しいことでしょうかあの平等なことをしているでしょうか An and ね、これを聞いたとき、神様っていうのはもうイライラしてて、ムカついてる、そんなイメージを持つでしょうか。神様の怒りっていうのは真実で正しいんですけども、怒りが注がれるのは、神のその感情なんかムカついてたから、あこいつ、裁きを落とすとか、そういうことではないんですね。So、神の感情って変わることもあの変わることないです。 っていうのは、まあ、感情はあるんですけど常にその一定なんです。もし皆さん、火炎のことをちょっと考えてほしいんですけど、炎っていつも、まあ、燃え続けますよね in the same way,。神の怒りというのもその悪に対して燃え続ける炎みたいなものなんです。You put wood in that fire, 火に、えー、木を,、まあ木を,あ木をえー、入れていったらどんどん燃えてきますよね。なんで、炎自体は変わらないんですけど、その火にくべるものというのは変わ,変わっていきます。えー、なんでそう、そのように神の 悪に対する怒りというのはずっと一定で変わらないものなんです。S <S そして私たちのうちにある罪というのも神の怒りが向けられる対象でもあるんです。私たちただ神の恵みによってのみそのことを知ることができます。So、s <S あの私は、えー、結構。 昔は神の怒りってあのことは否定しました。神がそんな怒りを人に投げかけるなんてそんなことするわけないって信じてました。神は愛って言うじゃんって思ってました。でも神の怒りっていう怒り、怒りれる神っていうのは神の性質の中の一つなんですよね。神っていうのは正,しい方正義な方なので正義をもたらす神なんです。 もし神が聖なる神なんであれば悪が行われている時にそれを無視して何もしないわけにはいかないですよね。それは正義ではありません。同様に罪に対して見なかったことにした場合、これは神は正義の神ではなくなります。 正直言って本当に罪を裁かない神がいるのであればその神は神として私は賛美できません。愛である神がど,のようにどうやって罪があるのにそれを見逃して見ないようにすることができるでしょうか皆さんどう思いますか <laughs> びっくりされましたかね なんでそんなこと言うのって思った方いるでしょうか just forget about it ねそのニュースでひどいニュースいっぱいありますけどもそれを見たときにあ、ah, 神はいろいろやってるけど多分見てないもう忘れちゃったんだろうなって思う,思うかもしれません can you call that love? でも神は愛ですよねそれって愛なんでしょうか Just ignore these things. 神は人々を愛する神ですけども悪いことが起きていることを見逃すべきなんでしょうか愛と正義っていうのは正反対のもの、矛盾するものではないんです。Yes かノーとかそういう話ではなくて、お互いにあの愛と正義というのは一緒に働くものなんです。 あなたは見ておられました。老ーと苦痛をじっと見つめておられました。それを見ての中に収めるために不可な人はあなたに身を委ねれます。みなしごはあなたがお助けになります。 悪しき者と邪悪な者の,の腕を折りその悪を探し出して一つもの行わないようにしてくださいこれが愛なる神が愛する者をする守るために行うことなんですそしてそれは悪に対する神の怒りを表すものでもあります <is> これが正義なんですそのために聖書16、6、7神は神を

そういった話が多いです私たちもみんな悪いものが良いものに対峙されるやっつけられるのを見たいという心があります and we, and we そして私たちもそのことを祝うんですあのバイキン,マン,イキンマンがアンパンチを受けることをみんな見たいんです鬼,鬼がモモタロウにやっつけられるのを見たいんですジョーカーがバットマンに対峙されるのを見たいんじゃないでしょうか神は正義を 神も、えー、あせおけた、パコケテ、グルシンデル、人たちのうえに正義を、セギオ、ただしいこと、なしとけられます。Again、those who are already before God singing in, in, in、uh, chapter 15, verse 4, you say, All nations will come and worship you, for your righteous acts have been revealed. すべての君軍に触れしますっていうの、タミワキタナトのみまいに、フレハシマスティーノ、えー、ジュゴショーノヨンセツに書いてます。The righteous acts これも神様を賛美するために行うギなる行為です。神っていうのは怒れるあの悪い権威のある存在ではないです。Less, 神は自分のことを守ることができない弱い者に対して守りを与える神なんです。

その法律自体もその影響を受けて悪くなります。Bias, mistakes, ね、情報が足りないこともあれば、間違いもあるし、間違った法律も作っちゃうし、えー、他のことに対してひいき目で見てしまうこともあります。いろんな理由がありますけども、私たちがいる作った裁きのシステムというのは、まあ、ある程度何かのことがあったときに間違いがあのうまくいかないことが多いです。 Verses uh, chapter 16, verse five and seven. The angels sing and they say, "You are just in these judgments, O holy one, for you who are and who were. For they have shed the blood of your holy people and your prophets, and you have given them blood to drink as they deserve. And the altar and, and I heard the altar respond, "Yes, Lord God Almighty, trust, true and just are your judgments." えー、15章の5節にこう書いてます。あなたは正しい方です。このような裁きを行われたからです。彼らは生徒たちや預言者たちの血を流しましたがあなたは彼らの血を飲ませられました。彼らにはそれがふさわしいからです。聖なる方と呼われる神は罪によってけがされることがない絶対にない神です。 昔あって今あってまた先におられる神です。この変わらない神というのが全てのものを作られ、そして全てのこの世にある良いものを作られた神です。He alone can judge justly。この神だけが正しく物事を裁くことができます。Psalm 94 describes God as one who makes no mistakes and nothing is hidden from him. 詩篇の94を見ると神っていうのは間違うことがない方絶対に過ちを犯さない方だと書いてます私たちが良い行いをしたいって思っているそのモチベーションとなることまでも神様には全て見透かされているんですそして神様が罪に対する応答っていうのはいつも正しくそれは偽であります 私たちがよくやりがちなことっていうのそれの問題点っていうのは裁きっていうのをあのちゃんとやらないことです。罪によってはすごい厳しいけど他のことはあんまり甘いというか見過ごしちゃうそんなこともします。 自分たちの価値観判断においてこんな罪は OK だけどこれは絶対ダメだよねって勝手なルールを決めます。 そしてそのルール作りっていうのも実は自分があのそのやりやすいようにということを考えてやってしまうんです、ね。神の正義っていうのはそういうものではなく完璧なんです。神,神様っていうのはその忘れることもないですしまた理想化しちゃってなんか本当にあることを見ないこともないんです。また政治的だったり文化的な。 えー、まあ、それによる、ええー、ひき目とか、そういったこともありません。神の裁きっていうのは、いつも変わらない神の義、神の正しさにおいて、判断されます。神に対して、罪っていうのは、いつも罪です。ね、いつも壊れた、打ち壊れた、あの、正しくないものです。

罪ある何で言ったんでしょうか <music>、ね、ここで何が起きてたかというと、えー、結婚したかった男女のだんだんを殺してその人と結婚しようとしてたんです。で、それがもうできるという状態になった時です。<music> でもそこでダビデが分かったことはその。

拝めるその,つこのことに対する反抗なんです。S <S そして全ての罪は私たち、神の似姿にイメージによって作られたものですけど、それに対する、えー、罪なんです。そして私たち、神によって作られたものに対してそれを汚してしまう、そんな行為なんです。 To to なんでこの世で復讐をすべき、えー、人がいたとしたね。それは正しくできるのは、そしてやるべきなのは神様だけなんです。あの、ごめんなさい。<laughs> あの私たちこの世でいろんな悪 のある行為悪い行為っていうのを目にしますけどそれは私たちの問題だけではないんですそれは私たちあのお互いに対する罪だけではなくて神に対する侮辱なんです神に対して従うべきこと正しいものがありますけども私たちはどうしていくべきでしょうか Sometimes hard to accept. 神の正しさっていうのは目の前に見せられますけども いつもいつもそれを受け入れられるわけではありません。時によっては正義が下されるのを待つのが大変だって思うこともあります。私たち自身もそのことに苦しむものではないでしょうか。<I do. S 2> 私はそのものの一人です。ただ正義っていうのは必ず来て苦しむものにも平和を与えられるんです。 We may not even see it in our lifetime but we are confident that it will come. Finding peace in this requires faith in God and wisdom and his wisdom over our desires for our justice. Mm -hmm. Romans 12, 19 says beloved never avenge yourselves but leave it to the wrath of God. ローマ人への手紙の12章にこう書いています。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が報復する。 私たちが自分の力だけで復讐するって決めて復讐してもそれは正義ではならないんです。Somebody, 私たち自身が自分のタイミング、自分の判断で復讐をした場合、それは自分たちの心によって成し遂げられたものなんです。 あの復讐ってことだけを見たらそれは正義とは読めないんですその場合復讐は自分たちの心を満たすため満足させるために行う行為なだけなんですそれはね世界をいい場所にもっとより良い場所に作り変えようって言ってやった行為にはならないんです generation generation. そしてそれによって多くの人そしてもう世代を超えて何世代にもよって傷つけられる人も生まれることもあります As Christians, our hope is found in the knowledge that vengeance belongs to God and He will deal with it properly. And another reason why our desire for vengeance can never be just is because we ourselves are broken.

私たちが目の前にしている罪も私たち自身の罪も同じなんです。Ever hurt, done, 私たちが自分たちの人生の中で傷つけてしまった人、それも罪。その罪も必ず裁かれます。私がの昔の話をするんですけども。Please はい、ちょっと騒かないで聞いてくださいね。あの昔、私クリスチャンがもう本当に大嫌いだったんです。 そしてある日、そのクリスチャンだった友達が、まあ、自分がこうつるんでた仲間たちがいたんですけど、彼らとその教会の友達っていうのを連れてきて一緒に遊び始めたんです。So、めちゃくちゃムカついて、なんだこいつらみたいに思ったんですね。イエス、信じてる、なんか変なやつだ。なんかあんまり一緒にいたくないんだよねみたいに。So、なのである日、そのクリスチャンだった友達の人をもう暴力でちょっと。

でももう本当に彼の信じていることがにくくてにくくて仕方なかったんです。彼の気持ちになって思うときっと彼は神様この人を裁いてくださいって願ったんじゃないでしょうか。その裁きを私は受け入れるてくださいって願ったんじゃないでしょうか。16, 17, God は a s を o u r e d out a voice c r い e d out saying it is done 16章の17節に書いてます、もう炎の玉が世に降り注いで、このことは成就したって書かれてますこの。ここに出てくる怒り、神の怒りっていうのは、私に向けられているものなんです。<For you. S 1> そして、皆さんにも向けられているものなんです。S <S 私たちは一人一人が神の怒りに対して向き合うべきなんです。 私たちが行ってきた悪なる悪い行いに対して持っている神の怒りっていうものに対して向き合うべきなんです。Hear, out, それは向き合ってでもいつまで向き合うと言ったら神がことは全て成就した成し遂げられたっていうその時まで私たちは向き合うんです。But, でもです。I, そんな神の怒りから私たちは、私は、めぐみによってのみ、すこわれました。God entered my life and changed my heart from one who hated him to one who loves him. めぐみによって、神をにくんでた私を、神様は選んで、愛してくださった。え、instead of God's judgment falling on me, I see the God of heaven humbled as a man. のではなくててて逆に神自身が人間としし下ってこられましたそしてその人間となれた神が十字架の上にかけられました。私に向けられるべきだった神の怒りは全てその十字架の上に下されました。そして神がイエス・キリストが言ったのは全て成就した、全て終わった、十字架の上で言ったのです。 すて終わったんです私が受けるべきだった裁きを神様、イエス様は全て自分,に自分で受け止めたんです。そのこと私は受け取る資格ありません。私たちの内にある本当にその罪の罪深さを見るとき私たちの心は 十字架にそして私たちが復讐をしたいと思った時も立ち止まることができます。なんでかっていうと、自分たちの罪深さが分かると、そのようなことをする資格がないんだということが分かるからです。私たちがある、えー、基盤となるものはキリストのみです。 そしてそのフクシューティーのカミるズクスいうのデー、ドーカミナソルフクシューセルカティーの,は神の手に委ねられていますそしてその復讐をすべき

自分の職場の上司だったり、友達だったり、いろんな悪いことをしてくる人がいると思います。友達に対して裏切られたりするかもしれません。また人によって裏切られたり、傷つけられたりすることがあると思います。でもそういったことを直面したときに私たちはどう落とすべきでしょうかもうただただ希望がなくて、あしょうがないよねって諦めるんでしょうかそれ I want to go back to Romans 19. Romans 12, sorry. 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 Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God, for it is written: Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. To the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink.

これは私たちを弱い存在にする,ものではなすることではないんです。なぜなら、えー、先に来る正義って来る、必ず来ることが分かっているからなんです。なので、えー、悪い行いを受けたときに、恵みを持って応答することができる力が与えられている。 これは私たち自身がまず神に受け取った恵みを私たちの世界世の中の人に対しても分け与えることができるからですそして悪が来た時に善を持って打ち勝つことができる力なんです傷つ、ね、けられた時、また自分が愛する人が傷つけられた時にそれに対して怒りを覚えることは悪いことではないですでも神が自分が でもそれは、えー、神様が必ず正義を与えてくださる正義を下す神だということを、えー、思い出してつつ、えー、考えることだと思います。なのでそのことを思えるときに私たちはその復讐したいと思う頃からある意味自由に解き,た解き放たれると思います。

そのことは神に委ねて、私たちは良い行いに専念することができます。えー、復讐っていうのは、復讐したいって思いだったり、絶望っていうのは、私たちがこの世で良い行いをすることに,あしすることをあに対するなんだろうな。 ちょっとブロックするような邪魔になる存在です。イエスが十字架の,その痛みに耐えて、苦しみに耐えて打ち勝った時にそれはその神の希望、正義が表せるってことが同じように示されてました。イエスが十字架の上で本当に死に直面して死なれる。

そしてその十字架の上にいた時は裁きの日ではなくて恵みが表せる日だということを知っていたんですそれは人々が一致を持ってまた癒しが与えられてそういったことが表せる日だったんですそして人々が救われまた贖われる買い取られる日だったんですなんで 立って祈りましょう God, you 神様あなたのの御言言葉葉に感謝しますすその言葉は真実です Lord, 今日のメッセージは本当に重い内容になりました。 But when we think about your wrath, it makes us realize how great the cross was. When we think about how terrifying the coming judgment is, it makes us realize how amazing the love of God is. we think about 最後の裁きというのがどれだけ重くひどいものであるかを知りつつ、また私たちが受けてら、おもしいものを知りものを知りつつ、おもしろいのを知りつつ、おしていものを知りつつ、おもしろいのを表りつつ、おしろいものをたりつつ、おもしろいのを知りしいものだったか思わされますいものを知りつつつ、おもしろのをしいものを知りつつつつ、おもしろいものを知りつつつつ、e もしろいものを e りつつつ r つ、おもし u いものを知りつ u つつつつつつ、おもしろいつつ o つい 私たちがそれぞれどのようにあなたの御言葉から逃げて、あなたが持っている知恵から逃げているでしょうか。私たちが逃げる時それはあなたに対する悪なる行為だということを私たちが分かるように示してください。私たちが十字架を見上げて そこには、あ、えー、れみとまた恵みがあるということを今一度教えてください。そしてその恵みを受け取ったときに、その恵みを持って、私たちの周りの人にもそのことを分け,分け与えていけますよ。私たちが持つ絶望、世に対する絶望だったり、えー、復讐をしたいという心から私たちを自由にしてください。 悪を善によって善を持って悪に打ち勝つことができるようにしてください今日は共に聖三式の時を持ちたいと思いますその聖三式の時をもって神様イエス様を通して何をされたかを私たちが思い起こす時にしてください 私たちがうちに持っている、本当に罪のその奥深さ、本当に罪深さを示してくださると同時に、そんな罪ある私たちを愛してくださる。その神の恵みの、本当に高さ、そのことを見せてください。生産、えー、式というのは、イエスの弟子たちが最後の。 And in Luke 22 it says, When the hour came, he reclined at the table and the apostles with him. And he said to them, I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer. For I tell you, I will not eat it until it is fulfilled in the kingdom of God. And he took a cup, and when he had given thanks, he said, Take this and divide it amongst yourselves. For I tell you, that from now on I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God comes. And he took bread, and when he had given thanks, <clears throat> he broke it and gave it, saying to them, This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. And likewise, the cup, after they had eaten, saying, This cup that is poured out for you is the new covenant in my blood. エルカの福音書22章14節にこう書いていますその時刻が来てイエスは席に着かれ人たちも一緒に座ったイエスは彼らに言われた私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉,杉越の食事をすることを切に願っていましたあなた方に言います杉越,の神杉越が神の国において成就するまで私が杉越の食事をすることは決してありません そしてイエスは杯を取り感謝の祈りを捧げてから言われたこれを取り互いの間で分けて飲みなさいあなた方に言います今から神の国が来る時まで私はぶどうの実からできたものを飲むことは決してありませんそれからパンを取り感謝の祈りを捧げた後これをさき弟子たちに与えて言われたこれはあなた方のために与えられる私の体です私を覚えてこれを行いなさい食事の後杯も同じようにして言われた この杯はあなた方のために流される私に血による新しい契約です神様あなたが私たちを救うために私たちの罪のために死なれたということを表すこの聖三式を感謝します今日の聖三式を また、えー、今日、えー、キリストに信仰を置いてないクリスチャンではない方は聖三、えーえー、式を、えー、取るのを控えてください神様、これが この生産式というのは、キリストによって、救われでまたそれを信じる者たちが神の家族として、一緒にって、また共にその神の家族であることを喜ぶそのいう時でもあります。またもし神の家族のうちにおいて、その兄弟姉妹に対して何か問題を抱えている者が、方がいるとしたら、 今、聖シ式を取る時ではないかもしれません。聖書式の t seek to resolve your issues and then you can come to the o m m u n i o n table. セシ t ンシキのテーブルに来る前に、そのことに対して、若いを持って、そのこと、問題に、まず、をにむかってください。And Lord, we thank you that this またこの聖三式の時が私たちがこの世の終わり新しい天と地が来た時に神と共に同じ食卓で食べるそのことも考えさせられます新しい神の王国というのが私たちが持つべき希望ですその神の国では全てのことが正しく取り扱われてますアメン